歴史ミステリーへようこそ。皆さんはね、世界的に有名なゼスマンという人物を知っていますか？これはね、2006年頃から人々の夢の中に現れる男のことで、もう実にね、夢の中で彼を見たっていう人が世界中にいまして、人数にすると2000人以上に登るんだそうです。これそもそもどういった話かっていうと、夢に出てくる男が怖くて、ある女性が病院を訪れました。で、その先生がね、その人のその夢の中に出てくる男の特徴を聞きながら、実際にその男のモンタージュ写真を作ったんだそうです。で、まあこれがね、これがそのモンタージュ写真、ゼスマンです。なんですが、まあこれだけだったらね、都市伝説にはならないんですけれども、でもね、実際に後から同じ症状に苦しむ人々が、まあ次々とその病院、まあ精神科医ですよ。精神科に訪れて、その人たちにも実際にそのモンタージュ写真を見せたところ、なんとね、ことごとくこの人物と同じ顔だったんだそうです。不思議に思ったその精神科医が、まあこのモンタージュ写真をね、ネット上に公開して、この人を知りませんかってやってみたところ、なんとね、世界中から自分もこの男を実際に夢の中で見たことがあるっていう話が次々と出てきて、で、その人数がなんとね、2000人を超えるほどになって、現在も増え続けているんだそうです。で、この男に関しては特に夢の中で何かを言うわけでもなくて、危害を加えてくるわけでもないんだとそうです。でもね、このゼスマンっていう話、最近ね、実は日本でもこれと類似する話が広がっているんですよ。で、日本の話っていうのはこの男とは直接は関係ないです。ないんですが、何でも夢の中で女性が出てくるんだそうで、で、その女性は眼帯をして、片方の目にね、眼帯をしており、髪の長い女性で、彼女は夢の中で鬼ごっこをしようと誘ってくるんだそうです。で、彼女が鬼役になって追いかけて、まあ来るんだそうですが、そこでね、逃げ切った人に対しては捕まえられると思ったのに残念だなっていう言葉を残して、で、その後まあ夢から覚めるわけです。そしてね、それ以降は夢には出てこない。でも捕まえられた者は次の日からその鬼ごっこの場面がなぜか旅館のようなところに変わって、そこでまた鬼ごっこをするんだそうです。そしてその時の彼女が追いかける時の形相っていうのがかなり怖いらしくて、それこそね、捕まえられたら何をされるか分かんないっていう恐怖で襲われるらしいです。そして同じ夢を見たっていう人がね、これ次々と増え出しているんだそうです。今のところね、ゼスマンに比べれば規模は小さいんですが、夢での目撃情報が次々と増えているところが、これまたね、恐怖を誘いますよね。違う点としては、まあ女性であり眼帯をしている、で、あと言葉を喋って鬼ごっこをしようと誘ってくる、そして目撃者に共通している点があって、それはどうやらその夢に出てくる前に神社にお参りをしてからそういった現象が起こるようになったんだそうです。これどの神社かはわからないんですが、もしかしたらね、その神社に祀られている氏神様が悪しき者に変わって、それでそこに参拝した者が夢に悩まされているんでしょうかね。今のところ神社の場所なども特定されていないので、これ以上はね、私の方でも調べようがないんですが、今後同じ体験者が増えていくと、さらにいろんなことが明らかになってくると
思います。